相方天野のことが大好きすぎておならの匂いでその日の天野の体調がわかるウド鈴木は、天野の誕生日に自宅の合鍵をプレゼントした。仲良しのキャインだが若手の頃一度だけ喧嘩をしている。漫才の練習をしていたがうまくいかなかった際、天野がウドちゃん俺たちあまり会わないようにしようと言い出したところ、自分が振られたように感じたウドが何を言うんだ天野くんと泣きながら天野を投げ飛ばした。街を歩いている際通行人からおいウド天野と声をかけられ、天野くんを呼び捨てにするなと激怒した。普段とは違う相方と即席コンビを作るドリームマッチに出演した際、フィーリングカップルで天野を指名し怒られた。事務所の社長と大喧嘩してやめてしまえと言われた際、今までありがとうございました、天野くんをよろしくお願いしますと言った。天野がブログを始めた際一番初めに書き込みをした。移動の新幹線は必ず天野の隣に座るが毎回肘掛けが邪魔だと思っている。